パウルジンガーはドイツの実業家、政治家、ドイツ社会民主党の設立者の一人で当主を務めた。ベルリンにユダヤ人の商店主の9番目の息子として生まれる。実業学校を卒業した後小売商としての修行を積む。長年小取引に従事した後、1887年に兄と婦人用コートの工場を設立し、裕福な資産家となった。 1862年に労働運動に投じてドイツ、シンポ党に入党。1868年にアウグスト・ベイベルやビルヘルム・リープ・プクネヒトと知り合う。同年ドイツ労働者協会の共同設立者となる。翌年社会民主主義労働者党に入党。その後1878年までは目立った政治活動はなかった。しかしその年に政府により、 社会主義者鎮圧法が施行されると、社会主義者の団結を目指す活動に従事。ロンドンに亡命していたカール・マルクスやフリードリヒ・エンゲルスとの接触に賛成し、1879年に家宅捜索を受け、以後は政治警察の監視下に置かれた。しかし彼は社会主義運動に資金を提供し続けた。1879年。 社会民主主義者がみを共同で設立。1884年、ベルリン国民新聞を設立し、同氏は1891年の社会主義者、鎮圧法解除後のスピードの中心的機関し、全身の母体となった。以後も様々な労働運動に資金を提供し続ける。1889年の帝国議会、スタップ議員団。ジンガー、ベーベル。 リープクネヒトラの顔が見える、根強い反セム主義にもかかわらず1884年にベルリン市議会議員に当選し、1887年からは同市議会でスタップ議員団長を務める。また1884年にはドイツ、帝国議会議員にも選出され、1885年に党議員団代表部入りし、1890年からは議員団長に就任。 国会議員にもかかわらず1886年にベルリンから追放処分を受け、翌年はオフフェンバッハから追放され、ドレスデンに住んだ。この措置には非合法だった同等の支持者から避難声明が出された。1887年、党縮工部入り。1890年にベルリンに戻る。この年スタップはドイツ社会民主党と名称を変更。 ジンガーはベーベルと共に当初に選出された。1890年から1909年までの党大会は彼が議長を務めた。1898年に起きた修正主義論争ではエドアルト・ベルンシュタインの考えに反対したが彼の党からの除名には反対した。ベーベルやリープクネヒトと共にジンガーは創設間もないスピードで指導的立場にあった。 こうした、労働運動とは別に、反セム主義への反対運動にも活躍し、またベルリンでのホームレス支援やユダヤ人協会での活動でも高い人気を得た。その葬儀には100万人が参列したといい、ベルリンで行われた葬儀としては最大規模と言われる。墓は、ベルリンの社会主義者墓地にある。ありがとうございます。